13番議員の質問を許します。13番議員、それでは順を追って、再質問をお願いしたいと思います。まずふるさと納税の返礼品でございますが、まあ、現行の返礼品をとさらに新しいものを加えて、まあ、続けていくということでございましたが、これ国の総務省がですね、不適切な事例として具体的に示されているものはどんな物品でしょうか。企画政策部長。はい、総務省通知では、寄付金が経済的利益の無償の給与でございまして、自治体を、まあ、応援するものであるということを踏まえまして、この趣旨に反するような返礼品を送付する行為を、まあ、行わないようにすることということでございます。具体的には、まあ、一つ目としまして、金銭類似性の高いものとしてプリペイドカード、商品券、電子マネーといったもの、また資産性の高いものとして電気、電子機器、貴金属、ゴルフ用品といったもの、その他でありますが、高額または寄付額に対し返礼割合の高い返礼品といったものを示しているところでございます。13番議員。大体まあその国の言ってるそういうですね、ものはあまり私にもよろしくないと思うんですが、まあ、正直は幸いにして製造品出荷等がですね、県下のトップというような状態の中で、完成品等もですね、出荷している会社もあるわけでございますので、またよく調査をしていただきまして、例えば松本市はこの間新聞で松本家具というようなものが出てましたけれども、正直には鋳物で作ったガーデン用のテーブルとかチェアですか、そういったものも製造している企業もございますので、今後の追加招致の中で、しっかりまた検討をしてほしいなと思うわけでございます。それからですね、次に企業版のふるさと納税の関係でございますけれども、寄付の確約が前提ということで、事前に PR したりですね、企業訪問をしないとなかなか今度寄付の確保が難しいということになると思いますが、これに関わるですね、出張の旅費等も増やしたりですね、ある程度またターゲットを絞ったトップセールスもしないと、この企業版のふるさと納税はまた差が出てくるような気もするんですが、この辺の取り組みについてどのような姿勢で臨まれるのか、再度お尋ねをいたします。企画政策部長。はい、企業版のふるさと納税につきましては、先ほど申し上げましたようにですね、企業からの寄付を呼び込めるような、まあ、効果の高い事業ということで、まあ、これが地域再生計画の認定の要件ともなっているものであります。またその国の補助ですとか交付金制度の対象である事業というものには、まあ、これは充当することができないというようなことで、ハードルは高いわけでありますけれども、まあ、これを呼び込むためにはですね、機会を捉えて、シティセールスといった取り組みを、まあ、強化をしてまいりたいというふうに思っております。まあ、旅費のお話をが出たわけでございますが、トップセールスも含めてですね、我々も、まあ、全市的なシティセールスが必要であるというふうに感じております。13番議員。この点についてはまたしっかりですね、取り組んだり、塩尻市の PR もしたりですね、各自治体間競争でございますので、大変かと思いますが、しっかり取り組んでほしいと思うところでございますし、それからこの企業版のですね、ふるさと納税は、いわゆるその国で言っているのは、大都市と地方との税収のですね、格差の是正も、まあ、いわゆるこの企業版ふるさと納税の目的の一つということですが、その効果についてはどのように予想されておりますか。お答えください。企画政策部長。はい、一般論といたしますれば、企業への自治体への寄付というのが、まあ、法人住民税ですとか法人税で、まあ、控除されることになりますので、
これは地方財源を拡充をして、本社が集中をいたします大都市圏の税収は減って、そして都市と地方との税収格差は縮まるものというふうなものはことは一般論として捉えているところでございます。ただ地方の立場から申しますと、都市と地方との税収の格差の是正、これにつきましては地方交付税で財源保障と財源調整というものがされておりますけれども、この格差を根本的に解決をするためには、これまで主張しております税源以上といった税制改革、あるいは企業の本社機能の地方移転といった構造改革、こうしたことを推進をする必要があるのではないかというふうに考えております。13番議員。この税収の格差という問題は大変難しい問題でありますが、私の考えるにですね、やはり寄付が増加しが、増えてもですね、巨額の税収の格差を埋める効果は非常に、少ないんじゃないかというふうに思っておりまして、企業はですね、事業規模に応じて支払う、いわゆる外形標準課税の見直しというようなこともですね、いろいろな機会の中で、また国の方へもですね、声を上げていただいた方が、この税収の格差の是正につながるのではないかというふうに考えておりますので、いろんな機会を通じて、その辺のところをですね、また意見を上げていただくように要望をしておきます。それでは次に進みます。次に、栗幅交差点の関係でございますが、この前もちょっと触れたかと思いますが、平成22年度のですね、計画説明会の時に、国道の東側の地権者の皆さんには説明会をし、今、設計協議も完了ということになっているわけでございますが、西側の皆さんには全然説明もしてないし、広がるのは東側で、西側は全然関係ないよということでございましたけれども、国道のですね、縦断勾配が当初のものでまいりますと、西側の皆さんの出入りがですね、国道の方が高くなって、敷地の方が下がってくるというようなことも生じていきますので、これはですね、工事の着手前に最終的に長野国道事務所がどういう縦断勾配にするか確認をですね、していただきまして、関係の皆様に十分説明して了解を取ってから進める必要があると思いますが、この辺についてどのように対応されますか、お伺いします。建設事業部長。国道の西側の皆様につきましては、測量する際に、国から個別に、説明を行って、工事の関係を説明するらしいですが、詳細につきましては、関係者、ご理解いただいていないところもあろうかと思いますので、改めて周辺住民の皆様を対象として説明会を開催したいと思っております。なお、説明会の開催時期につきましては、国と相談の上、行いたいと思っております。13番議員。ではしっかりその辺のところはお願いしたいと思いますし、それからまだ用地買収もあと3件くらい残っているようでございますけれども、工事の方も設連等は先行的に取り組むという答弁がございましたが、この約800メーター区間にですね、関わる概算の工事費とかですね、工事期間はどのようになっているか示してください。建設事業部長。本年度、予算としまして、5億2000万円を、国の方の内情を受けております。その中で本年度、大型物件の保証額の調査、また交差点付近の用地買収があります。そうすると、ある程度、その概算費用、また工事期間等が見えてくると思いますので、現時点では未定となっておりますので、また内容が明らかになり次第、ご報告させていただきたいと思いますので、お願いします。13番議員。それからですね、この改良が栗幅の交差点進みますと、今、松本方向から進入がですね、禁止ということで、一方通行になっているわけでございますが、供用開始になりますと、今度、松本方面からもどんどん南の方向へですね、入っていくという形になりますが、通称、高原通り線の部分的にですね、狭いようなところは、
部分的にも克服する必要があろうかと思いますが、これらの改良についてはどのような考えかお伺いをいたします。建設事業部長。クリアバー交差点の改良に伴いまして、公園通りの交通量は増加することは、私ども、承知しているところでございます。従いまして、今できることとしましては暫定的ではありますが、取得可能な用地を買収したり、まあ、そこを対象とを設置したりして手を打っていきたいと考えております。13番議員。予想されるところにつきましてはですね、少しでも冬場なんか特に除雪の雪等が邪魔になったり、すれ違いもですね、本当にヒヤヒヤですれ違ってくることがございますので、ぜひまたその辺のところはよろしくお願いしたいと思います。それから次にですね、水道の300ミリ管の施設替えの関係でございますけれども、国道のですね、東側は関門として、ネットにはなっていないという実情がございますし、しかしながら国道が広がってですね、来ると沿道サービス等がまた張り付いて、あるいは進出してくることが予想されますが、この辺についてもですね、この機会に歩道の下へ、最低でも100ミリ以上の本管の敷設が大切と考えますが、どうでしょうか。考え方を示してください。建設事業部長。失礼しました。水道事業部長。国道19号各区部分で一部、関門が接続されていない部分がございます。議員おっしゃる通り、沿道の整備に合わせてですね、ここの栗幅交差点改良時にですね、一緒に水道管の整備をしていきたいというふうに思います。しかしながら今のところ、観光圏につきましては今後検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。